ここでここに移して説明をする機会がなんとあります。ちょっと時間の限りねやってみたいと思います。教えてくれる人って言ったら手を挙げてください。そしたらまずね6名選びたいと思います。最初にいいですか。じゃあ教えてくれる人、お、来た。じゃあ私が前の方の人を誘おうかな。こいつどうやって思う。こんにちは、こんにちは。じゃあ2番、3番、4番、5番、6番の人で写真撮れた人いる。僕が欲しいと思った消しゴムは再利用できる消しゴムです。なぜかというとどんどん減っていくので買うのがめんどくさいからです。消しカスがまとまりやすく、この消しカスをカバーの裏にか開いて入れられるみたいなものです。おめでとうございます。はい、うっとうしいなっていう意見があったので、消しカスをなくすんではなくて消しカスを利用してやろうっていう考えは、すごく良い頭の使い方だな。僕が考えた消しゴムはおみくじ消しゴムです。消しゴムのカバーはプラスチックで中におみくじが入っています。こちらの生徒さんの方からおみくじ当たったらもう一個もらえるといいなっていうのがありました。当たるまで買ってね。だから一個。私が考えた消しゴムは色鉛筆が消しやすい消しゴムです。デザインはシンプルなもので学校でも使えるように、あとくるっとの持ち手、くるくる回すと消しゴムが出てくるところなんですけど、手が滑って回しにくいのでザラザラしてればいいかなと思いました。ちなみに色鉛筆切れたらいいなと思う人。あともう一つ、実はつるっとしてるところザラザラしてほしいっていうのがあのあたりですね、結構声上がってたんですけども。僕が思ったなんか欲しい消しゴムはすぐに壊れないっていう砕けないような消しカスがまとまって、そもそもの話で消しカスがあんまり出ないような消しゴムが欲しいと思う。組み立て消しゴムです。組み立て消しゴムです。理由はいろいろなパーツを組み立てれば面白い形になると思ったから。あと何だっけ、なんか濡らすと色が変わる消しゴムをいいなとも思いました。水で変化する方法はなくはないと思う。水であったり、例えば太陽光であったりだとか、こう色を変えるっていうきっかけになる刺激っていうのは世の中にたくさんあるので、水だけにこだわる、水もおそらくできます。他にはちょっとその先生に言い訳の聞く範囲で色の変化をごまかせる方法っていうのは、これをきっかけにちょっと考えてみて鬼カバーがあって、それを取ったら鏡になって、それで見えるあと、欲しい。これで消せるから、あれいいと思います。そういったものをどうやって使うかはみんな次第。持ち込み禁止になるぐらいみんなで流行るっていうのも、実は僕たちのミッションというか目的だったりするんで、ちょっと奇抜な、とんがった、なんていうか、新しいアイデアっていうのは出していこうかなと思うんで、今日のプレゼンはぜひちょっと参考にさせてもらって。あと、全部使い切ったら中から何か出てくる。食べれる消しゴム。これ欲しい。食いたい。これいいと思います。早めに終わります。
一個一個ちゃんと使い切るっていうことがあまりないのかなと思ったんですけど、その中でちゃんと使い切るっていうことをテーマにしたやつが特に面白かったな。僕が考えた消しゴムが願いが叶うかもしれない消しゴムで、カバーの内側に願いを書いて、その消しゴムを使い切ると願いが叶うかもしれないっていう消しゴムで、まあ、なんか私が小学生の時はカバーに好きな子の名前を書いて使い切ったら両方がみたいなおまじないがあって、なんかでもそれと通じるところがあるなと思ったんですけど、もうそういう願いが叶う消しゴムとしてちゃんと書き込める、あの小説として売り出すっていうのはちょっと面白いなって。スイッチで消しゴムを押し出せたり、詰め替え可能だったり、とにかく詰め込みました。今の話でターゲットっていうところで鉄道好きっていう言葉が出てきましたけど、何かが好きな人のためにその人のこだわりに向けて商品をデザインするってすごく大事なことなんで、参考になる話だったかなと思います。まあ、消しゴムにもなんかキャラクターとかいたらなんか張り切るじゃないですか。あ、暗闇で、まあ、光ったりしても面白いし、揺らいで進めるのはなんかみんな言ってたけど、いいかなと思ったり、消しゴムに色をつけるといいかなと思って。暗闇で光るとかも意外とな、ありそうでなさそうなポイントがついてたりとか、形が変わってて細かいところを見せるとかっていうところもいいなと。はい、あと最初の自分のキャラクターが作れるっていうのもすごく、使っている人にどうやって愛着を持ってもらうかっていうところで言うと、自分だけのキャラクターが作れたらすごく大事に使ってもらえそうだなと思って、とてもいいアイデアだなと感じました。2人いけるます、おやとはもう一回手を挙げてください。どうぞ。2人やりたい。じゃあ私が考えた消しゴムは糊みたいな形をしている消しゴムで、ここにこう丸いので、ここでこう細かいところも消しやすいかなと思ったのと、あと鉛筆削り、ちっちゃい鉛筆削りをここにつけて、こう鉛筆が折れちゃった時とか、こう書きづらくなっちゃった時とか削れたら便利かなと。間違った時に消すパターン、だから普通にして、あの変わったものにしないっていう使いやすさ、普通に字を消すのにはこの形が一番いいなって言ってると、あ、OK、分かりました。そうか、なんか僕が思ってたのちょっと違う答えだったんで、まあ、よかったなと思ったんですけど、その消しゴムを使ってる意味が便利で、これの方が使いやすいと思うんだったら、その使いやすい機能をなくしてまで面白いものを作るんだったら違うなと思って聞いてたので、今後の企画には皆さんの意見を伝えてもらおうかなと思います。一個だけ思ったのはね、あの普通の消しゴムを買ってる理由は買いに行く場所にそれしか売ってないからっていう理由もあるのかなと思ったんです。普通の消しゴムを持ってるんだけど、今日お話聞くとみんなはやっぱりなんかちょっと変わったものとか面白いものとか便利なものが欲しいんだよねって思ってるわけじゃないですか。その中でなんで普通の消しゴム持ってるのかなっていうのをちょっとね、二人ぐらい聞きたいんだけど、手挙げて答えてくれますね。なんでその、はい、間違った。間違った時に消すパターン、だから普通なんでした。あの変わったものにしないで、使いやすさ、普通に字を消すのにはこの形が一番いいなと思ってるってこと。あ、OK、わかりました。消しゴムとか、イギリスのなんか作るときとか、消しカス作って、これだけ長いかできたかなみたいなやつやってきて、それをするのには、普通の消しゴムの方がいい。そうですね、ありがとうございます。そうか、なんか僕が思ってたのとちょっと違う答えだったんで、まあ、よかったなと思ったんですけど、その消しゴムを使ってる意味が便利で、これの方が使いやすいと思うんだったら、その使いやすい機能をなくしてまで面白いものを作るってちょっと違うなと思うので、今後の企画には皆さんの意見を使わせてもらおう。1個だけ思ったのはね、あの普通の消しゴムを買ってる理由は買いに行く場所にそれしか売ってないからっていう理由もあるのかなと思ったんですよ。
思います。それ結構うんうんって感じ。そうですって。あ、多かったね。そうだね。そう。あとね、売ってる場所の問題もあって、みんなが買いに行く場所にみんなが欲しいのものを売ってないっていうのは売る人の問題、作る人の問題もあるので、そういったところもちゃんと届けられるようにするっていうのも実は会社としては大きなミッションだったりはします。なので今日の意見を踏まえて、みんなのところに楽しい文房具が、昔あったみたいな文房具が届くようになるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。今回ものを作ることにトライしてみるっていうことを通して、難しいなとか面白いなとか感じてくれたことはいろいろかなと思います。で、ものを企画開発していく仕事って、その課題を発見して問題を解決していくっていう力がすごく必要になります。今回その、楽しさとか難しさとかをみんなが体験してくれて、もっとそういうことをやっていきたいなって思えてもらえたらすごく良かったなと思います。いろんなアイデアが聞けて楽しかったです。ありがとうございました。白しかダメなって言われても、白であれば大丈夫だよねっていうルールの隙をつくことはやっぱりきっとまだまだできると思うので、みんながもっと、私たちが昔文房具がすごいキラキラしてたように見えた時のように、もっともっと文房具がになってもらえるようなものを届けられるよう私たちも頑張るので、これからも皆さんには文房具を好きでいろいろと考えて、使っていただけたらとても嬉しいです。今日はたくさんお勉強になりました。ありがとうございました。今日商品開発の仕事っていうのをいろいろ教えてもらいましたが、将来ちょっと商品開発の仕事やってみたいなって思ってくれた人いたら手を挙げてください。いろいろ嬉しいですね。ぜひ興味を持ってください。会議に参加してプラスさんに提案する皆さん、ゴール達成です。ありがとうございます。